Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En el Acapón. Soy En. りょうでーす。そいしょー。以前にさ、俺とりょうでペルーについて話した時にね、ペルーの料理を知りたいみたいなこと言ったら、コメントで いっぱい教えてくれたんですよね、こういう料理がありますみたいな。で、俺暇の時にね、その見てたの、その教えてくれた料理名を、YouTube とかで検索して、あ、こういう料理があるんだって見てた時に、一つとあるね、気になるものを見つけて、ペルーの食べ物がね、何ですか。まあ、それを今回ちょっとね、この動画で見れるんで、ね、今回見つけた動画は、ペルーのイキートス、イキートスって、イキートス、なんかアマゾンの近くにある初めて聞くな、集落っていうか町なのか、普通に初めて聞くね、ついての動画なんで、僕も最初のちょっとしか見てないんで、3人で一緒に見ていこうと思います、はい、じゃあ、それでは見ていきましょう。Uno de los lugares en nuestro planeta a donde solo es posible acceder por vía aérea o fluvial. ここが今ありのから飛行機で降り立つところか。ああ、イキートスに飛行機で行ってるんですね。うわ、なんだこれ。どっとったった。顔が幼虫だったじゃん。顔がガチるな。やばすぎだったでしょあれ。確かに。しかもあれ串刺しにしたもんね。幼虫が串刺しになっちゃう。これがさっき俺が言ってたね、ちょっと気になる食べるペルーの食べ物なんですけど。あ、やっぱあの上ら辺だよね。多分下でしょ。あのアマゾンのその期間、そう。あ、リマンは多分。あれアマゾンか。今。いや違うんだ。ロレートってと州かなんかにあるんじゃない。もうすでにあれだな、田舎っぽいな。あれ、トゥクトゥク多い。トゥクじゃん。でもなんかこれがタクシーとして機能する乗り物なんでね。海の近くって感じだね。そうだね。確かに。まあ、でも地図的には森の方にあったって。アマゾン近くは森の近く。わ、なんか大聖、なんか象徴みたいな感じの街の銅像多いね、やっぱスペイン語圏。確かに。なんだろうね。これ何？Muy cerca de la plaza de armas podemos hallar el malecón a orillas del río Italia. También podemos これ絶対にヘビ。ヘビ触れるのかな。フレアイランドみたいな。アマゾンの伝統的なものがある店かな。あ、商品ね。雑貨屋みたいな感じじゃない。まあ、お土産屋みたいなことを言ってたかな今。なんかインディアン的な。確かに。日本にも多少あ あるよね。こういうイオンとかに。そう、イオンにある。ショッピングモール。でもちょっと怖いな。これなんかもう変な幼虫つじれんじゃん。多分、酒じゃない。俺も幼虫かね、今。っぽいでしょ。幼虫の酒じゃね。確かに。あれ、美味しいのかな、ね、トゥクトゥクしか走ってないやん。車はないよね。あら。ナナイっていうナナイバナナじゃん。ちょちょちょでんのかもしれない。なんだか、暗いものなのかわからないけど、見慣れないものがいっぱいありましたね。確かに。あの、これパイナップルだよね、これ。どでてえよ。なんか形違くね。細い、細長い。なんか細長いね、これ。で、横に、何ね。緑の長いやつが気になる。あれね、横にあるの。これも果物かね。もう僕、ビーガンとしてやっぱこういうの見るとね、興奮しますね。確かに。とても興味深い。行ったら一つずつは絶対楽しみするわ。細長いな。なんだこれ。なんだろうね。じゃがいも系統じゃない。これがマジでこれ気になる。気になる。これめっちゃ気になる。確かにあれ気になるよね。これも何？これも何？パイヤ？いや、オレンジ、マンゴーとかね。ブワーケって聞いたことない。やっぱエビは普通に純粋に美味しそうだよ、ね、エビは多分食う。うわぁ、なんでこれ。うわぁ、あっぱよ。これいい。はい、来ました。これスリって名前のね、食べ物らしいですけど、どうですか、シャルカさん。やばいね。やばいね。見てるだけで気持ち悪いよ。生きてんだもんね、だって全員。そう、ここに生きてこうやって置いてあるってことはもうそれを口刺しにして焼くのかな、さっき見た感じなんかちょっとカリカリしてそうなんだから焼き鳥感覚で食ってんのかな。じゃあ味もそういう肉系なのかな、香ばしい感じ。これなんか見た目カブトムシの幼虫っぽいけどね。確かに確かにね、カブトムシっぽい。カブトムシこれぐらいありそうだ。何の幼虫なんだろうね。確かに気になる。確かにね。
やば。すごいね。エゴチカタやばい。やばすぎるぞ、これ。エゴチカタやばいと思う。これやばすぎるぞ。結構いい。こういう動き。食べてるじゃん、この人。しかも、まあまあ、でかない、やっぱ。でかいよね。美味しいって。美味しいな。美味しいんだ。なんかそう言われたらで、まあ、食べたくなるよね。でねあ、やっぱあれだな。チャリとか二輪車系が多いな。うん、やっぱもう、ボゴタとかそこら辺とは全然違うな。違うメルカード。そうだね。ベレン。ベレンって。ベレンって俺名前好きなんだよね。どれかっこいいよね。ちなみに女の女性の名前なんだけど、あ、そうなんだ。スペイン語圏の女性の、これベレンって名前なんか好きだな。おお。多分名前にエンって含まれてるからかもしれない。ああ。めちゃくちゃどうでもいいけど。今回これあれだね、今度野菜が多くない？多いね。これはあれかね。調味料系？スパイスとかね。スパイス。なんかこれ食えそうなのいっぱいあるな。確かに。ネギ？チョンタ。なんだろう。歯に挟まれそう。黒髪の人が多いね。やっぱ。ああ、確かに人ね、うん。もはや黒しかいなくなった。何作ってんだろうこれ。ポンチェ。ポンチェっていう。ちょっとこれ美味しそうよ、ね。食べてる食べてる。うん。飲み物かと思ったわ。麺のかな。スプーンですくう系。アイスクリーム的な。ちょっと美味しそう。ちょっと美味しそうだよね。あ、これ多分肉じゃない？よくわかんないものいっぱいあるな。確かに、アジの干物みたいな。これ卵じゃん。民間だよ。俺大好きだこれはあれか、またスパイスとか酒か。酒だね。なんかアマゾンの薬品みたいな。あ、薬品ね。薬品ってなんちゅうの薬品？いやー、まあ、薬みたいなもんだ。うん。これ多分あれじゃない？タバコなんじゃない？多分タバコっぽいよ。タバコっぽいでしょ。ハマキっぽい。でかくね。ハマキ。ハマキみたいな感じで。へえ、すごいね。日本とかけ離れてる。ない。ということで、ペルーの、イキートスって街をね、うん、見ましたけど、どうでしたか。食い物が刺激的だ ね、うん。確かに。見慣れない食べ物ばかりでしたけど。まあ、でもよくよく考えたら日本でもさ、うん、日本の食べ物で海外の人からしたら何これってなるのいっぱいあるからね。あれイカとかタコとか、イカとかタコ、そう、うん、タコの踊り食いとか聞いたことあるけど、何それ。なんかもううねうねしてて生きてる状態で食うんだけど、そのイカバージョンもあって、結局あの子たちもそうだよ。幼虫は俺らからしたらうわーってなったけ ど、 そのイカとかタコは向こうの人からしたら、そうそうそう、キモってなるんだと思う、うん。ぜひね、教えてほしいよ ね、コメントで。あの、日本人が食っててやべえってやつ、うん、行ってみたい。俺はね、マジで行ってみたいよ、正直。だってビーガンだし、野菜とか果物なんかめっちゃ食べたことないものいっぱいあったし、そうそう、気候も俺好きだから。好奇心で、まあ、好奇心で俺は絶対いつか人生に一回は。確かに俺も一回好奇心で、あのスリちゃん食べてみたい。おお、食べる。ちょっと一回かじってみる。俺は無理だな。一回だけやってみる。スリを食べるのちょっといつか人生に一回は行くので、うん、確かに、うん、ということで、はい、じゃねー、バイバイー。何かスリ